ポンジャンは日本で考案されたマージャンのルールを簡略化したテーブルゲームである。かつて存在した玩具メーカーのアノアより発売されたが、現在はタカラトミーが権利を引き継いでいる。また他社からも類似のゲームが販売されている。マージャンをアレンジ、ルールを簡素化し、雰囲気を味わえ、子供から高齢者まで楽しめるゲームという位置づけで売り出された。後には、 ゲームソフトも発売された。玩具メーカーのあのイより1976年に発売されたが、同社の倒産後はクローバーが、クローバー倒産後はトミーが権利を引き継いだため、現在は宝トミーの登録商標になっている。パイの絵柄は、当初は船、自動車、飛行機だったが、トミー時代以降は口述のドンジャラ同様にキャラクター商品化し、 ポケットモンスターやディズニーの絵柄のものが販売されている。現在はあのアバンの復刻版も流通している。製品によって役などは大きく異なる。ここでは共通部分に限って説明する。最終的に他の競技者より多くのチップを得ることを目標とする。ポンジャンにおける一つのゲームは数回のプレイからなり。 それぞれのプレイは手配で、同一のパイ3枚ずつの組み合わせを作ることで上がりになる。上がった人の点数をルールブックによって計算し、それ以外の人から点数に従って、チップを得ることができる。80枚強の脳型体のパイ、チップ、サイコロ2個を使用する。ハイは、通常9つの種類に分かれ、同じ種類のハイは、基本的に9枚ずつある。パイの種類は、 背景色やマーク、点数などで区別される。違うキャラクターが描いてあるからといって、必ずしも違う種類ではない。他に、ポンちゃんでは、ワイルドカード、ドンジャラでは、オールマイティが加わることがある。チップはゲーム開始前に各競技者に配るが、最初に配るチップの量は、製品によって異なる。実際のプレイの前には、サイコロを振るなど、 何らかの方法で親を決める。各人は灰を自分の前に伏せて2眼の山を作る。ワイルドカードのある82枚セットでは親が22枚、子が20枚の山を作る。サイコロを振ってそれによって決まった場所から各人に2枚ずつ4回配る。従って各人の手配は8枚になる。親に最初9枚配ることもある。この場合は親は 山から灰を取らず、最初から捨てる。コンピュータを使ったゲームの場合、山は作られず、残りの灰の数だけが表示されることが多い。親から順に、時計回りにプレイが進行する。山から灰を1枚取り、手灰に加えて9枚とする。9枚が、同一種類の灰の3枚組3つから成り立っている。場合は、そこで上がりとなり、プレイは終了する。それ以外の時は、 任意のパイ1枚を捨てる。ワイルドカードは任意の範囲の代わりに使うことができる。自分の哲いによって、あと1枚で上がりになる状態になった場合は、パイを捨てる際にリーチを宣言できる。リーチを宣言した人は、山から取ったパイで上がりにならない場合は、そのパイをそのまま捨てなければならない。その代わり、他人が捨てたパイで上がることができるようになる。プレイが終わったら、 ルールブックに従って点数の計算をする。論の場合はそのパイを捨てた人が一人でチップを払う。そうでない場合は合計がその点数になるように上がった人以外が分割して払う。親は自分が上がった時はこの1.5倍の点を得ることができるが他人が論以外で上がった時はこの倍を支払う必要がある。山札がなくなっても誰も上がれない場合は 流局となり、チップのやりとりは発生しない。二回目以降のプレイでは、前回親が勝った場合、その人が連続して、親になる。子が勝つか、流局になった場合は、時計回りに次の人が親になる。すべての人が二回親になり終わるか、誰かのチップがなくなったらゲームの終了になる。類似のゲームに1980年に発売された、ドンジャラがある。 こちらは、玩具会社ポピーの登録商標となっている。パイのデザインに人気アニメのキャラクターを採用したバージョンを発売するのが定番であり、玩具メーカーの重要なキャラクター商法の対象ともなった。また、エポック社のジャラッポンもほぼ同一のルールを持ち、トットコハム太郎等のキャラクター商品が発売された。現在も、ロイヤルシリーズのメインゲームとして、ドラえもんのものが収録。 発売中である。この他、ガングメーカーの花山からも、ジャンポンという類似ゲームが販売されているが、これにはポンが存在しない。こちらも、全2社同様に、キャラクター商品化されている。また、鉄腕アトムのキャラクター商品を手掛けていた、米沢玩ングは、1981年頃、鉄腕アトムイージャンゲームを販売していた。ポンジャンもしくはそれに類するものが収録されている。 コンピュータゲームを以下に上げる。ありがとうございます。